出山市立博物館では現在新築展建て納を開催しています。新築展は館山市内の10地区の歴史と文化財を順に紹介する展覧会で、今回は館野地区をご紹介しています。この展覧会では全体を7つのパートに分けてご紹介しています。一番最初は古代阿波の中心地、館野地区には阿波の国の国分寺が置かれていました。こちらではその国分寺跡から発掘された瓦などの遺物を紹介しています。第2章では武士の支配と村々を紹介しています。こちらで紹介している元王板碑は大網の大岩院が所蔵しているもので、稲村定石で発掘された中世の墓石になります。1711年に発生した万国騒動は、北条藩領の村々が年貢の増徴と厳しい取り立て支配に反対して起こした運動です。この万国騒動では国分村の名主をはじめとする3人の名主が死罪として犠牲になり、死罪になった場所は三義民の刑場跡として市の文化財に指定されています。3番目のパートでは暮らしと産業について紹介しています。江戸時代の前半に作られた腰越の滝川堰は、周囲の川から集めた水を送り、周囲の水田を潤しました。こちらでは滝川用水の絵図や滝川堰の構造を描いた図を紹介しています。第4章は寺社と信仰について紹介しています。こちらの最初のケースでは大網の大岩院や阿堀の原型院からお借りした資料を展示しています。大岩院や原型院は里見氏との深い関わりから、里見氏の時代から領地を与えられていました。これらの領地は江戸時代になってからも朱印地として引き継がれています。その他建物地区のお寺からお借りした仏像などもさまざまご紹介しています。山本の龍円寺からお借りした石像2体は石工の大野甚五郎によって制作されたものです。この大野甚五郎はのこぎり山日本寺の五百羅漢を制作した人物として有名です。第5章はゆかりの人物について紹介しています。こちらのコーナーでは大網の大岩院の改ざんである浄土宗の構想、王与霊岩聖人に関わる資料などを紹介しています。第6章は近代の建野村。明治22年に成立し、昭和29年に館山市と合併するまで続いた近代の館野村の歴史を紹介しています。奥に書かれているものは、昭和29年に館山市と合併する際、館野村が開村するにあたって当時の村長が述べた式辞です。ここは学びと文化、館野地区の教育や文化について紹介しています。下に置かれた額は先進堂という幕末に開かれた私塾で掲げられていた額です。以上が館野地区展の内容になります。こちらの展覧会の概要を紹介した図録は博物館にて一部100円で販売しておりますので、ぜひご利用ください。ありがとうございました。